はいどうも皆様おはようございます。えー、今日ね、7月21日金曜日、えー、一応7時40分なんでございますが、えー、朝のあのー、8時の、どこのチャンネルだっけなあのー、忘れちゃったんですけど、ニュースビビットで、あのー、なんだっけ上西さゆり議員が、なんか生出演するっていうね、ニュース見てたんで、まあ一応8時までにちょっと動画一本だけね、撮りたいと思って、えー、この動画撮っております。で、マイクロ S から、えー、完全に製品化の決定速報出ましたんで、えー、そちらだけちょっと、 えー、お話ししたいと思います。えー、ちょっと待ちくださいね。<laughs> えーっと。発売予定の時期に関しては記載されておりませんが、一応そのメーカーからも、発売予定品という案内でね、出てます。で、こちらがまず最初の、えー、月の定期便、あ、定期便ついのかな。まあ一応毎月出てる発売品のご案内で、えー、前の動画でもおえしました、471系急降加賀の7期5蔵。 えー、小田急3000系 SSE、ねえー、更新車5両セット。で、えー、こちらが、キハ48の500比例防止車新潟職2両セットと、ちょっとね、失礼しました。で、えー、特急和解。これのみね、再生産の運用です。あのー、なんだろう。モノクラス編成の特急和解3両セット。予算戦等のね、車両みたいで。まあ、今回は多分、そんな皆さんが、ね、欲しがるほどの商品はないと思います。で、まあ一応、その概要欄の方にね、えー、詳しい商品の えー、マイクロ S のホームページからね、えー、コピーできたやつ貼っとくんでぜひ、ね、皆さんそちらの方もご確認くださいで、えーと、鉄道向けコンテスト2017で2017と2017と、えー鉄道えー、第18回国際鉄道向けコンベンションのイベント販売、えー、と鉄道向けコンテスト2017のみキャンセル販売を行いません第18回国際鉄道向けコンベンションで、えー、キャンセル販売をいたします、えー、こちら詳しい、ね、情報出たんでお知らせいたします A4560 マイクロ S 会場限定商品115-500新焼き子色、2両セットえフライホイール付き動力ユニット搭載ヘッドライトテールライトとも点灯 LED 使用前面ドアにも緑帯がある501編成側面ドア下に熱いの文字印刷に、えー、裁判にスピーカー取り付けで雲は115にモーターが付くみたいですで一応ね、まあ、こんな感じで、えー、ドア下の表現もあるみたいです で、インバータクーラーと配管。で、こちらね、えー、面のスピーカー部品と、あと100、100モハ115のジャンパーンなんか、相変わらず、ね、マイクロスのジャンパーンって、ごっつくて、ダミーカプラとのね、相性悪い、まあ、印象になっちゃうんですけど、まあ、実際の相性悪いんでね、見た目の方こういうふうに。まあ、一応ね、こちらの、えー、セットがね、えー、概要欄出てるんで、えー、ちょっとね、まあ、そちらの方ね、あの、動画の、えー、概要欄の方に、えっ、ー、と、各セットと、 あの、URL みたいな貼って、でね、どんどんやっていくんで、ぜひね、あの、もし気になって買おうかなとか、ちょっと気になるなって方がいましたらね、ぜひね、そちらの方からご確認ください。一応ね、まあ、マイクロエースの発売案内はこ、えー、っと、ここまでとなります。で、えっと、まぁ、あ、ちょっとまぁ、あ、今回しゃ、あの、ちょっと早口でね、結構喋っちゃったんで、残り3分、まあ3分しか経ってないんでね、まぁ、あ、次の動画1本撮りたいと思うんですけど、まあ一応、次の動画とかでね、まああの、<laughs> 今話題の,あの上西小より議員の炎上問題と、まあ、あと <laughs> まあ今、えーえー、所沢市立の山口小学校でね、まあ、インターネットで話題となってる、まあ、ことについてがっつりちょっと触れていきたいと思うんでね是非そちらの動画もご視聴くださいではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました